スマイル本舗の提供でお送りします。はい、また火曜日の夜がやってまいりました。え師匠あの先週はちょっとすみません、はい、お休みさせていただきました。そんなないです、ね、大丈夫でした。ええ、今日はね、ええええ、なんか暑くて今日は、はい、そうですね師匠なんかね、はい、T シャツ着てますけれども。もうだってもうずっと今日大変でしたよ、ええええ、もう日焼けがもう。

10周年記念、そうそうそう。えー、でね、えー、行ってきましたんでね。はい ということで、今日はこんなの来てますよということでね、ちょっといろんな人に大うったりしてますけど。あの、なんか先週は、ね、あの、アーカイブが残ってない。とというこでそうなんですよ。もう、ちょっとあまりにも危険なことが。多すぎて、もう、やめようってことになりましたね。ってことは、じゃ、今日はトークでも二週間分たっぷり。二週間分たっぷり、まあ、まあ、あの、とりあえず、独演会、あ、しますけど。そうですね。独演会すごい気になってます。なんか、あの、ね、浜さんと。ジェットカンフルさんと。もありえない。どんな感じだったのか。もう、いろんな人が。ありえない。ありえない。 <laughs> ありえない、いろいろいっぱいありえないが、フェイスブックに字が踊りましたので、のねえー、今日はその話を中心しながらね、はい、やっていきたいと思います。それではいきましょう、春菊。スイカの今そこ放送局 改めまして、こんばんは、今そこ放送局です。はい、古今亭俊樹です。三遊亭すいかです。はいどうも、どうも、はい、そんなことでね、えー、もう明日で一週間経つんです。独演、ね、会からね、はい、もうやっぱりね、いろいろとこう、まあ、なんですよ、思い出もありましたしね。独演、はい、会は今回はなんか、頑張って、三席も。やったんですけど。はい、えー、えー、まあ、改正二十四回目なんですよ。はい。鈴本さんでやる独演会がね。えー でこれでも話したんですけどオープニングでも話したんですよ、えー、寄せの歌舞伎座とはいねでもなんで歌舞伎座なのかがわかんないって話だって <laughs>、はい、まあ他と比べてっていう感じじゃ、えー、<laughs> いやでもね <laughs> 他がすごすぎんじゃないかって話になって、えー、そこに浜さんとちょっとカンフルさんがうう出まして、えー、はい、やってきましたけど、はい、まあもうだからね話しましたけど僕はもう前半の二席は、はい 時間調整ですから、はい、だってほら初めて涼元に出る人がもう思う存分やってもらわなきゃいけないんで彼ら思う存分やってもらうために私はもうその時間を合わせながらやるという感じで、はいえー、もう2組には約30分ずつ、はい。<laughs> 随分とたっぷり寄席で30分やるってなかなかねななかかねこれはかなりですまあでもジェットガンフルもほらその武蔵屋さんに来てたりするからまああん中の100人ぐらいはジェットガンフルの漫才を聞いたことあるとか浜さんもそうだからね武蔵屋もうみんな武蔵屋通過してるからみんなあのおなじみ半分ぐらいおなじみではあるっていうのもあって今回でも前売りもとっても伸びましてですね 前売りだけでね190ぐらいったんであと楽でしたね、来てありながら来なかった人もいるから買っといて来ないっていう一番おいしいありの当日の方もいらっしゃるということで全体でいうと最前列が何個か残っただけでほぼ埋まってよかったですね、鈴本楽しくできました。 ままああいろいろとリハーサルからずっとね始まりますから入り早た僕3時ぐらいにはもう楽屋入ってまたからね一応、あのほら昼席の鳥の男前の黒真珠がいるんであのご挨拶もしなきゃいけないんで男前はほらその馬関師匠で浅草の夜から鈴本の昼へという鳥取につながりすから大変だねって。さ 大変ですよ何人かと思ったら毎日変えなくてもいいですよね20やらなくてもいいですよねって言うからネタをね、2日間でね、ネタをねそんなに気にしてるんですだから、いや、おっとこ前はできるだけ変えた方がいいですそそのかしてきました今頃ヘへとへとになってるかもしれませんけど昼はまたね、なかなかやりたいことできないからね。 まあやつはやるけどやつはね何でもどこでもやるけどまあそんなことで楽屋に入っていながらまああの4時半にえ終わっていただくようにお願いをしてねというのは5時会場なんですよで4時半終演でリハーサルしなきゃいけないんで,で初めての2人さらに肩やマイクを持って歩き回る人が1人いますからねもう九時五時以来の寄席で歩き回るというもうねはい すすごかったですよリハーサルもしていろいろお客様のサプライズも考えながらいろんなことをしてちょっと、まあ、あの屏風もどけてもらってあくなこと言いませんけど <laughs> 屏風もどけてもらいまして、はいまあ、そんな感じで、えー、いざ開演までこうね、はい、でそこで開演になるんですけど一応浜さんは、はい、浜さんのお家芸があるじゃないですか。 ご祝儀をもらうというおいでこれをちょっと盛り上げたいなと思ってせっかくだからねもうこんなもらったことないっていうようなご祝儀をにしたかったんでもう来る人来る人に割り箸を手渡ああいたいたいた」ってで五5人いたら5人渡したりとかもういろんなことして師を自ら渡したんですかそうどこで渡したんですロビーでロビーであっシャちゃシャってどん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 渡してでそれでいざまあ会演になりましたでその オープニングはね、全座さんがあの果実くんがあの歌のスケションと受けてましたよ、枕だけ。枕で。福島実業出身の果実です。ってすごいクスクス、クスクスって言った後、もうしーンとしてた面白くて、それまたどうしてもね、人の独演会ってほら、まあちょっとそうですね。全座はだいたい全座二つ目からあと最初の本当は全座二つ目で。 最初の漫才ぐらいまで本当はずっとアウェイじゃんなんで本人出るまでなんかこうさ拍手が来ないって感じがあるからそれもちょっとあったんでもうちょっと僕オープニング出ちゃうと思って埋設だと思って出てまあ今日出る人の説明もしたりとかこの寄せの話もしたりとかいろんなでまあ鈴本実は今回で僕おしまいになっちゃうんですがその話もしたりとかしてまあいろんな結構話を振ってからあのもう。 スパッと、スパッと、きれのいい、ゴンスケジョウチンという、きれのいい話を、やりまして。で、浜さん、バドンたち、バグご紹介をしてね、じゃ、よろしくお願いします。はい。こんな、ば、また、ばか丁寧に、とって、どうも、どうも、でございます。で、まあ、僕と知り合った、話みたいなのもしながら、じゃ、す、つく、私の、ヒットチューンから、っていう感じで。で、バラバラバラバーンって、ね、で。 「ゴールデン街モテ男」で「夜の新宿」で会いに行きますってこうしたら階段仕込んであるのでそこにもう果実が座って待っててパて椅子を用意して浜さんが降りていくとで後ろについて「もしこう出してる人いたら教えてあげろ」とかねで多かったらちょっと袋に入れて振ってあげろ指示をしてさやってあげたんだけどえっとですね1曲目。 全部トータルフルコーラス流してえっと左の前の12人ぐらいしかいなかったんです。えそれはどどういうことですか。あんまりみんなはくれすぎて。あくれすぎて。でほらあのでほらあの何だっけサビんとこはさ行きなロックニとかってとこはもらわなかったりするのよ。だからそこのとこもらわないから間がいっちゃうんでまた次もらうからやっていくうちに本当にねあの左の一角半じゃんあそこで終わっちゃったのよ。 でそれはもううちら想定内だったから、はいはい、上の人にも。ハマ、えー、さんすいませんもう一回お願いしますって流したらどーンってまた受けてで今度は割と、えー、浜マさん一つ今回ネタができました、はい、ですかこうやって歌いながら探すっていうとことで <laughs> <laughs> こうやってこれ結構受けってってで,すかでもバーって回って <laughs> はい、はい、でも途中またこう降りてくるときがまた結構盛り上がっちゃって2番も終わっちゃったんですよ。<laughs> 何の指示もしてないのに音響さんが3番目に流したんでドーンって受けて音響さんもさすがですねやっぱりねあんなぶっきらぼな顔しててもねあの梅田センターと同じですよあんなぶっきらぼな顔しててもねやっぱりねやる時はやるんですプロですねそんな中で浜マさんがどうもなんとかなんとかっていう中にね一言気になったせいよったですよああすいませんミュージシャンの人からっつってこれあの人なんです オペすみませんあのあミュージシャンからもらってすいませんって言ったことがねちょっと俺向こで受けてたんであ絶対これあのオペレーターだなと思って結局いろいろ,いろ、はい、誰もらったって話しないかでで,で次にまたもう一回僕上がるから、はい、中入りのところで上がるんでえっ、ー、と必ずこの集計ねはね、い、日本野鳥の会がしておきますからみたいな感じでこうはい、はい、引き上げてで。 二は僕がどれだけをやったんですよ、はいええ、でどれだけやってで中入りになって、はい、そしたらあの吉田君ジェットカンフラーの吉田君の母が初めて僕の漫才を見に来たんですえー、だって結構吉田さんってもう18年ぐらいやってんだよ存在に長いのに初めてだからもう、ええ、まあ見せたくないのもあるしちゃんとしてからと思ったんでこの 鈴本っていう舞台ではやっぱり見せたかったらしくてお母さん呼んでちっちゃいお母さんが入ってきて吉田さんもちょっとねちっちゃいからねちょっとレズみたいな感じでねこうやってこうやってお母さん入って」吉田が世話なってます」って「お前も吉田じゃねえか」っお母さんだからねまた性が違ってもちょっとまだ微妙な話になるけどまあ スタジオったらさあの、あの大臣がさ、これ、写真撮ろうね、これね、これ、お母さん来たから写真撮ろうねってったら、やめろ、やめろ、<laughs> ほんにやめろ、ほんのりち,ちょっとこう、契約なくしと、<laughs> お前、撮ってもいいけど、アップするなよアップ、アップしませんよ、吉田さんのお父さん、母さんが、アップしませんよって、じゃあ、撮る意味ねえじゃねえかよなんて、話になって、そんなくだらない、安心しながらさ、にって、出てる。 送信委員とか呼べとかってっていやしないんだけど、まあ、ちょっと遊んで,、ね、<laughs> 遊んで楽屋でね遊んでそれでもうジェットガンフルも <laughs>、はい、めくりがあ、はい、ジェットガンフルだから、ええ、記念撮影二人で記念撮影やったからお互いにジェットガンフルってめくりのこと写真撮ってでこのジェットガンフルのめくりが <laughs>、はい、まあ鈴本演芸場っていうのは基本あの浮津さんね、はい、立花の浮津さんって方が全部書いてるんですけど浜さんと、ええ、今後にジェットガンフル。 い社長書てもう絶対そこで発注するのはめんどくさいと思って細いのよなんか細いの上がりが社長もかけるんですかかけるんですかけるんですよでそれでもう手抜き手抜きじゃないけどまあまあここに金かけるのもったいないと思ったんじゃないどうせ出いしないと思ったからきっとねそれでまあ今やで浜さん取ってなかったらてかもらってきてもよかったもんねねこんなものこんなものってことないけどさそれでジェットカンフルがはい 約お笑いライブだったら30分もねそんなそうそうそうだってほらみんないいですよね「M‐1」なんか4分でやってる世界だからさでもほら吉田君の「何とかに例える」っていうあれあのシリーズでえっとねでその前にも先人の会に出てもらったんでそこでもちょっとネタをやりながらの会だからそれにだから「何とかに例える」がじゃあ 料理に例える何とかに例えるっていう車に例えるタバコに例えるっていうのが増やすとそれだけポンって時間が伸びるっていう伸びる伸ばすことができるっていうあの方針なんですこれ入ったら5分増えに長くなりますとかさこれ入ったら10分長くなりますと時間が全部決まってるわけでそれを足し算しながらさやって本当にもう30分バンとフルにやっていただきまして。 で最後私が鳥で「居残り左平次」をやらせてだきましたもうお客さんもねでもそこの前でもうね笑い遣いしてる感じだからだからんな感じしたんで居残り左平さの最初の顔はあんまりあらがわずに淡々と話をするので下げ間際のとこだけね頑張ってっていう感じに。 してですねなかなか面白かったですよね、本当に。人も入りましたし盛り上がりましたし、中入るぐらいのはもは結構、後ろ、ざーっと立ち見になったので、あ埋まったなと思って、その上げ打ち上げに行って、打ち上げも行って、それで打ち上げが、ですず鈴本のビルは、もともと貸しビル業ですから、すず鈴本ビルですからね、で上にすしざんまいがあって。 サイ,サイゼリアとか入ってねで山内牧場があってそれでもう一個なんかチェーン店がなんか入ってっていうところ山内牧場去年も行ったんですよ <はい S 1> で去年も行ってすんげえ広い部屋でもう楽々に座って打ち上げできたから絶対行けるはずだっつって <はい S 1> で30人ぐらいかと思ってまあ20人ぐらいだったんだけどまあそれで打ち上げに行ってもう本当にそしたらそれこそあの浜さんのお友達のパーマネンスのドラマーとかあとお船渡の人たちとかあとあと。 おとの黒船さんつながりのラーメン屋さんとか、はいえー、そういつがいっぱい来てさ、えーえー、もう柄が悪い悪い <laughs> 柄がもううるえとかそんなばっかりのもうさしょうもないぐらい柄悪いんだけどさでそこでまあとりあえず、あのー、<laughs> 色紙をね、はい、打ち上げ来てくれとか、はい、なかなか打ち上げては遊ばないから、はい、じゃあ打ち上げ来て人にって言うんでうちの寄せ書きを3枚。はい <と>ええ、それからあの武蔵野さんがくれた差し入れのくず餅、はい、全員に配っても2つもいらないからみんなね <laughs> 草団子とくず餅もいらないからくずのうっでだからくさんだだけあげて、はい、くず餅を抽選に回してそ、はい、でじゃんけん大会して、はい、最後わーっと盛り上がってやったんですよ、ええ、もうこの柄の悪い悪乗り軍団が「はい、あの賞ちょっといいですか一言こ言書いてもらっていいですか?ええ」何その「これ今から黒船送ります」っつって <laughs> 着払いで, <laughs> でみんなでさ <laughs>。 もういろんなこと書いて、はい、でさらにもう宛先にも書く宛先の名前も書かないまま着払いしてそし日ぐらいに「誰がうちに着払いで送ったなとかって映像っぽくに書いてあったそんなガザガザして「はい、もうしょうがないなん何か人も何か書いてあげよう」ってしょうがないかった「毒物」って書いてあるとかいろんなことして <laughs> <laughs> もうギャーギャー大騒ぎして。いい まあでもね打ち上げは、でも鈴本さん、打ち上げはもう一時間で上お話してともう疲れちゃうんで、そんなでわーわー騒ぎながらねやってきましたけど、でも浜さんが、そのね、このやったお金を中後にね、集計結果を発表して、ちょっとはっきりした額を本当に言うと、ちょっといろいろね、年末、めんどくさいことにならいけませんので、うんまん、うんまん2050円。 一人五十円、あの寒いやつがいてですね。寒いやつがいて、五十円出したんです。これ、本人受けたと思ってるね。かなり寒いんですよ。うん。で、まあ二千五。だから、そのな、何十二人の方が、あの、くれたということで。すごこれ。新記録。じゃないかな、もう、それ聞いてみるけど。あの、茨城のね、酒蔵でも、毎年やってる時、もいつもこんなになってるのは見たことあるんだけど。その。 どどこまでには行ってなないいんんじゃないかと思うんだけどね、えーはい、もうだからおもしあげるのが面白がってお祭りになればあんなどんどん集まるじゃないか、はいえー、だからそれででももうもちゃんとたまにほら多く出しすぎて、はい、後の人しかひるんで出ないことがあるから <laughs> 今回はその、はい、ないようにして、はい、みんなが1,000円ずつちゃ、はいえー、んと配ってもうすごかったですね。 ここにあのお札のコサージュがこうついてでまあちょっと浜さんにもちょっと寄せのルールも知らないからちょっと楽屋の絶賛さんにちょっとご主義あげてねっつって打ち上げでもちょっとテーブルにちょっと料理でも焼酎でも何ともいいからちょっと出してねっつって行って出してもらってピザがこう振る舞われて「少ねえ」とかまた言われてかわいそうに出してるのに。 そんながありましたねとりあえずまあそんなことしながらやってきましてまあ鈴本楽しかったですよなんか今まで一番楽しかったななんか今まではねずっと2つ目の頃はね原因噺家のゲストを呼んでたんですよ。お宅の大師匠もそうだし川柳師匠とか遠蔵師匠とかねキ琴師匠とかそういう木久扇師匠とかそういう人を呼んでたんだけどまあ真打だったんでちょっとまあ 話し替えるゲストはもういいかなと思って色物をったりして私ペペ先生と一緒に出させていただいたこの間去年ペペさんが楽屋で歩けなくなっちゃってこんなになって立てないんだもんね楽屋でねもう今今元気ですけどあの時ちょっとだからろうそくの最後のお楽みたいな。 いや、ちゃんと元気、ずっと元気です。そうです。え、大丈夫です。はい、もうなんか、すごい織り込み済みみたいな感じ、ペペさんの感じもさ。<laughs> あの。ミス、ミスと、ミス,ストーンも織り込み済みみたいな感じで、<laughs> みんながもう、明るい、あの、大きな目で見てあげてるよね、<laughs> ペペさんのこと、ね。まあ、ぺぺ先生はもう、もうね、別格で。別格です。そう、この間も、だから、その。はい 浜さんのバックバンドじゃなく、その一緒に出てたコラスけどピュアーズって女の子三人組も女の子じゃないんだけどね。あのうお姉さん方の三人組も。一人はペペさんの大ファン。私大ファン。そうなんですか。合わせてあげることはできないけど。でも俺焼いた瞳も。焼いた瞳ね。アンガペペ先生のファンだとか言って。そうだね。焼いた瞳がいいなホンマちょっね。 ちゃんとてますそんな感じでございますけどあとりあえずちょっと鈴本はもう遊んで遊びきりましたねもうあの箱を使っての遊びはもう完了っていう感じでもうちょっとまた違うとこでね場所を変えながらやってみたいなと思っておりますがとりあえずちょっとこれは休憩じゃなくて休憩じゃないですよということでいまそこに現代のテーマ聞いてくださいお願いします。 笑う「ことがこんなに素晴らしいことだったなんて」「本当バカだったよ大事な時に何するべきかじっとも考えずに暮らしてたなんて」 「今すぐそこに届けたい気持ち」 なことをしたいんじゃない。不安から逃げるためじゃない。

「思い今すぐそこに今すぐそこに今すぐそこに届けたい届けたい」 この番組はスマイル本舗の提供でお送りしますはい今週もこのコーナーがやってまいりましたいきますよスイカのメールありがとうございます <laughs> 今週もメールたくさんいただいておりますえまずはですねちぎらさんですねえー、師匠スイカさんこんばんはちぎらですえ、はい、師匠独演会本当にお疲れ様でした大好評でしたねえー、スイカさんお帰りなさい二人のトーク待ってました笑わせていただきますということでありがとうございますありがとうございます ねあのー、結構、独演会にね、多分あのきこちらのレラジオを聴いてくださってる方もね、すねい,ねい<や>きっと、はい、割とね、皆さんね、言ってたと思いますけど、<ん>はい、え続きまして、はなさん。 はい、ね、おはえー、こんばんは、花です。はい、どうも。えー、先週の鈴本演技場での独演会、お疲れ様でした。はい、どうも伺えなくて残念でした。そうだったね、ちょっといろいろね、えー。年末年始に向けて、お仕事も、お酒の席も増えますね。うん、また、新しいつながりができて、賞にとって、いい年が迎えられたらいいなと、密かに期待しております。そうですえー、このところ、バイト先のパッキーの息子に。<laughs> 英語のわからない私に日本語を教えてあげてと言われて苦痛な日々を送っています先日は「went to」はジャパニーズでは「何々したい」とか「タイだよ」「何々タイだよ」って教えて。 「I went to try」はジャパニーズでは何て言うのだって言ったら自信満々な顔で「私は何捉何えたい」ときたのでまだまだ覚えてもらうまで時間がかかると確信しましたしかしこの環境にいて英語がちょっとも理解できないのも恥ずかしいなと思い始めた今日この頃です何から教えてあげるのがいいんですかねということでねえパッキーさんというのは外国の方るんですが。 パキスタン人なんで、そ,んでその人名前じゃなくパッキーとあーあー本人のまで言ってないと思うけど、呼んだんですね。あバイトさんに,に外国の方がの経営者が,営者がパ,キパキスタンの方のほうにバイトしてま、えー、す,す。 なるほどね。私英語の苦手なんでなんともあれなんですけど。英語ね。でもなんかずっと一緒にいたら少し喋れるようになりそうな感じにしますけどね、あのー。いや定型ですよ。形を覚えちゃえばいいだけのことで。<ー>こういう時はどう何を聞いた時に単語と、はい、あーウジュルアイフとかの中のな,かのなんかこの言葉変えればいいだけの話なので。質問するだけなら英語はできるんですよ。喋、はい、りかけられてくるとダメなんですよ。<ー>はい、アメリカなんかでマックで買い物ると何とかと。はい メカねどうでもいいことをねずら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 って聞くんだよこれはどうしたらどっちを選ぶんだとかさ指さして選ばせればいいんだけどそれ全部言葉で言ったりなんかして優越感にしたくなしてるんですよ本当本当本当。だから大変ねだからまあまあいいじゃないですか何でもでも楽しそうに何か嘘教えてあげるんかあの古文とか教えてあげな何とかありよりはべりみたいな教えてあげるそういうのいいんですか メなやつ教ええちゃさんもう一ーールパトです先日の新聞の埼玉版を見ていて久々にバカだなと爆笑してしまった記事を紹介します24歳の男性が住んでいる狭山のアパートの2階の部屋から出火したと119番通報があり火は1時間ぐらいで消し止められたがその部屋は全焼し避難しようとベランダから飛び降り足の骨を折るなどの重傷を負った。 はいえー、出火の原因を重傷を負った本人に聞いてみると、うんえー、部屋で抜け毛を集めて灰皿、うん、で燃やしており、はい、火が室内に散乱した、はい、大量のごめに燃え移ったらしいと。 もうここで爆きっとしまたでよくあるゴミ屋敷ってやつですねああうちもそうなる前に片付けなければなと思いつつ捨てられない髪の毛だけは耐え皿で燃やさないように誓うのでしたということでねこれねこれね面白がって言ってるでしょこういう人いるんだよ髪の毛だけじゃなくて血毛だけ抜いて集めておいて燃やす人とかあと爪 爪全部集めて山のようにして燃やす人とか、はあええ、鼻くそを壁ためため,めですとねプンプンプン,ンってなんだって、はあ、もうすんごい何とも言えない匂いになって臭くなって、はあ、でもそれが楽しいらしいよ、ええ、そういうやっぱりねそのあ集めておいて燃やすのが好きな人いる,、はあ、いるみたいなこの自分の体のもの、ええ、独特の匂いがしてね、ええ、何なんですかねなでだろうか、はい、僕も芸人で2人ぐ知ってますけど <laughs> <laughs> あ,あ,あえて名前を聞かないかで大丈夫ですね。ええ あのベランダから飛び降りて足の骨を折るっていう人もいましたよねそれはいましたね名前言わないとい。丈夫ですけどお片付けはまあ年末に向かって大掃除なんかもねして大掃除はね今のうちがいいですよそうですよねだんだん寒くなる前にやっちゃうとちょっとずつ11月の後半ぐらいからちょこ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 やった方がいいですよね無理だからねええ、一気にやるのはちょっと大変ですかはいまたメールくださいありがとうございます え続きましてアデニコさんですね小水果さんこんばんはデニコです、はい、んんスイカさんおかえりなさい小独演会お疲れ様でした見に行けなかったけど facebook で様子は見てました浜 <laughs> さんは右胸にポケットがあればお札がもっとザックザック。<laughs> 先週のショーの落語素晴らしかったです1年ぶりに聞いたション語面白かったですさて先日 N. H. K. の新人落語コンクールを見ていたんですけど、皆さんの羽織のたもとが空いていないので。うん、何か意味があるのでしょうか。ええー、視聴さん、草加で、えー、落語やってもらいたいです。それでは、また、バイチャということで、ええ、たもが空いたい。どっちが空いてないってっとここがいうの。どういうことですかね。ここどっち?。たもとというのは、まあこだけど、ね、ここなんですけどね。うん、こ、こ,この、ことかな。うん。ど まあここはだいたいこの手が出るぐらいしか空いてないですね。香り、うんね、まあ男の人は、ね、女の人はここが空いてますけれども、え、多分あの。 空いてなくていいと思います。はい、正解です。え、そうかで落語やってもらいたいですということでね、まあ機会があればぜひ伺いたいですね。そうですね。そこでやる場所を作ってくださればいつでも。もういつでもはい。よろし伺いますんで、はい、ありがとうございます。やらしい感じで。え、やらしい感じで。浜さんといえばね、お金の話ですけれども、浜さんですね、こんなお金がもう溢れてたんですよ。最初の時にですね、あのプレイバックパートツーで、ぼうイやってたら、ふらって。 は殺傷落ちてきましたですね。あ,はいはい、あのマイクの下に落ちてたんです。<laughs> あの鈴本ってマイクが下からシュウってシュウって出るんですよね。うん、ボタンでシュウってエレベーターマイクなんでシュウって出るんでち,ちょっと空いてるんですよね。そ,<う>そのマイクの周りがそれはそのお金どうしたんですかね。あえあで全財団広いに行ってました、ね。 あのあそこの箱はね結構いろいろい違く因縁がつきありましてあの今の焦点で聞く王師が講座がった時にどっからともなくご機ぶりがね落ちちゃったんで聞く王師は自分の先生ポンとあの鼻に鼻に落とすてますすげえなと思ってちょっとびっくりしたすごいですね。 はい続きましてですねいつもありがとうございますあなたのキャメロンさんです塩水花さんこんばんは消毒宴会お疲れ様でした割り箸配り隊の活躍がいまいちだったような汗でも浜優介の応援盛り上げ隊長は頑張りましたよ褒めてくださいね楽しかったですねなかなかないことですよ同じ曲を3度もかけるなんてアンコールもできたしねジェットカンフルも受けましたね吉田くんのペースに乗せられました一番踊る 驚いたのは元消防団の上司が来ていたことです。なんでいるんやってねっていうことで、あのキャメロンさんがいる消防団の先代の団長さんがいらっしゃって、まあちょっとまあいろいろ阿多区内なんでいろいろつながりがあるんですね。我々もね。この割り箸配り隊の活躍っていうのはこれね。あの割り箸風呂に入れたと思って配るんだけど、まあずっと喋ってましたねそうです まあ知ってるシェフルで渡渡する感じでね。ええ、はい、はいね。でもまあまああのー、どれぐらい,い,きいき行き渡ったんだろうな百百は行、い、ってない。全部で百八十本用意した。百八十本。ええはい、で余ったら浜さんにやるからって。ええ、やるからって押し付けて。ええええ でもその割り箸もねほら人に手に当たったものがこうなって刺してきたもんだから、ええ、どれがきれいでどれが汚いかわかんない,、ね、かんないだから本当は刺してしたやつはどんどんそこで割っていっちゃえばよかったねほんであの自分の部屋でね、ええ、こう舟焚き付けにして持ちたりなんかして <laughs> まだ火事になってます。ええ <laughs> はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。えー、私はですね、先週ですね、えー、あのこちらのですね、はい、ラジオお休みさせていただいて、うん、ウーマンズラック午会というのに出演させていただきまして、はいえー、白鳥師匠の、うんえー、作品をですね、うん、やるあの会<の>なんですけど。 座席なき戦いというね、あの盛らない写真ですね。あの削った写真ね。削った写真。あのこうこういうこういう写真をね。でもあれあの洋館のその作った方にこの写真あんまり評判が良くないのでできればもうちょっとあの違うものにお願いしますた言っておきました。すもうあのちょっと心からのあのお願いをあの伝えましたね。Please, p l e そうであの私座席なき戦いというね、えまあなん。 かものすごい白鳥ワールドみたいな話をやりまして一応ねあの、はい、もう何年もやってるんですけど、うん、とりあえず今回で一応ピリオドだったんですよ、うん、実は。 自分の中でもいやじゃなくてあのそのウーマンズラクオーなんでサッケイリビングさんがずっと主催してくださってたんですけど一応今回でおしまいということになって、はいうん、で皆さんねなんかその最終回とは書いてなかったんで<ー>なんか最終回っぽい感じの雰囲気をなんか、まあ、そこで知ったっていうお客さんが多くて、はい、えどうなんですかみたいな感じなんですけど実はあの来年からですね,ねあの高円寺の、うん、多分野良屋さんで。お ウーマンズ勉強会が始まりそうな感じなんです。あ、そうですか。そうなんです。え、まだそんなにきちんと決まってないんですけど。野良屋さんですか。野良屋さん。私が出入り禁止の野良屋さん。 あの、まあ、そこで勉強会をですね、一応定期的に、あの、女の人たちだけで。へえ、面白いじゃん。ということになります。まあ、ちょっと小規模な会で勉強して。なるほど。っていうね、感じになります。まあ、よかったらですね。そちらも、あの、決まり次第詳細お知らせしますので。ぜひ、あの、い、一人ですよ。女芸人好き男、おじさんともが集まり。そんなことないですよ。おじ、おやじたちが集まるしょう。そんなことい。ぜひ来ていただきたいと思います。まあ、私の方はそんな感じなんですけど。あ、そうでしたか。じゃあ、あの、先生。 まだたいろ話あの5日の日に11月5日日に梅島で梅田屋さんがありまして湖畔礁が2席で僕1席だったんですけど鳥に絶対残んないて言われて湖安礁のですねちょっと手の震えが止まらないんですけどもう随分こう薄泥だったらいいんじゃないかなと思ってこういう。 こういう感じで止まらなくてですね。よくちょっとプッとおならしたんです。よわいらしいですでも年寄りだからさ、なんか漏らしちゃったら困るなと思ってさ、ねちょっと心配心配な夜でした。まあね、そうそう。でも頑張っていただきたいです。まだまだね、もう目玉セブも後半仕様とともに始まった様子ですから。 30年以上続いてますからね、えーはい、我々もうちももう二十何年出してもらってます、えーはい。あ、それが7日の日に逗子にね行、はい、ってたんですよ逗子、えー、落語会で逗子はあ落語屋の2回目なんですけど、えー、去年1回なんかやったんですね、えー、それはなんかちょっと、まあ、パーーティーの 中だったんでてって雰囲気じゃなかったんですけど、えーはい、今回は飲み屋さんで、はい、もうがっつりがっつりこう聴いてる感じので,、えーはい、でまあうちの教室の生徒さん2人連れて、はい、まあ地元の人がいて、えー、でもそのなんてつうんですかねもう,もうすごい集中力というか、はいえー、もうでその一人、まあ、そういう楽しいことが大好きなおじさんがいて、はい、で、わざわざ着物をまだ持ってきて、はい、着物で落語を聴きたいみたいな。 でも何しうもなんか、まあ、自分ちもそうなんだろうけど思ったことを口にしないといられない人なんですよ。ええあはい、何度もさ「面白い面白い!」<laughs> とかさうるさいんで本当にさ。<laughs> でもなんかで途中でも,でもしょうがなくも、はい、いじったりなんかして遊んでてさ「ええ、出てけ」とかさいろんなこと言って遊んでたんだけど、はい、で最後、まあ、メカウマ僕さえやったの、はい、最後「いい話だ」って思ったら本当にうるさくてさ。 いい言うって感想伝したらそこに終わった時に訪ねてきた人がいてあのね玉袋筋太郎をもうちょっと丸顔にしておじいさんにしたいみたいな人なんですよ。パニオロ山口さんって人なんですけどハワイアンのミュージシャンの人が来て落を好きだっていうんだけどさもう面白かった。 子がも,うもう子供みたいな笑顔で笑ってさもうわーってしっててさもうその人はずっと喋ってたんだけどもうすごい楽しくてでもほら次の日、独演会だから次の日,次の日なのか,かなじ,ゃあ次の日じゃないのかなんか,なんかだったんであので終電だけはね逗子なんでとんでもないことになるから終電だけはでとりあえずもう自分の最寄りの駅まで電車で帰れる時間に帰りたかったの。はいはい 結構余裕を持ってきたはずが結構ギリギリになっちゃってもう大変だったんですけどね、はい、もでもでもにかこうにか、はい、でもそれでその時はだからん何でちょっと早めに入ったでずし、はい、は僕ちょっと何回か行きたいお店があったんで、はい、ちょっと昼ご飯食べながらちょっと軽く軽く,軽くちょっと飲んで、はい、まあ時間も56時間あるからまあいいかなと思ってで行こうと思ったらそのお目当ての店がやってなかったのよ、はい、やっちゃったなと思ってしょうがないから近所の定食屋行って定食じゃなく 単品だけにしてもらっってそれでででちょっと飲んもしかしたらなーと思ってその店行ったら空いてたから、ええ、またそこでちょっと飲み始めちゃってそんなことしてるうちにその今回かいかん考えてくれた人の宅に行ったらその人、はい、ちょっと刺身のうまみさがちょっと <laughs> この席あるんですけど」とか言ってそこで結局また飲んじゃって、はい、久々ですね飲んで口座上がったのが <laughs> 本当にもう。<laughs> 15年ぶりぐらいじゃないですか。もう落語やる前に飲んで2回ぐらいひじゃになったことあんです。あれなんか深夜おせの前に深夜おせだったね。そう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 。それはもう夜席のさらに上がって3時間半飲んでつないでたらもうベロベロになっちゃって、う何喋ったかも覚えてない。深夜おせ。深夜おせ、もう分かんない。たまにいますよ、深夜おせの出番の人でそういう人。そうですね。持ちきれないんだよね。でもう一個は前座の時に。 中野の間にちょっと飲んでて上がったら鼻づまりになっちゃってもう息が続かなくなっちゃってあ苦しいと思ってこの2回で凝りまして今回はいい感じでできましたっていうのは何かというと逗子なんで結構一個一個遠いから歩くのよ毎回次の場所歩くのに15分とか20分とかって歩くんですでちょっと抜ける抜けるというじいい感じでちょっと寒かったしいい感じだななんて思って。 いたんですけどね、えーはい、まあまあそれであと戦時の会もまたありまして、えー、これもあのまたジェットガンフルさんに来ていただいて、はいえー、まああの同じくなんですけど、えー、また今回はだから僕が前座で上がって、えー、ジェットカンフルさんにお願いして休憩後僕が一席で1時間半、えー、もうぴったりこれでこれぞ1時間半っていう要請ですよ。 何時らりますかねなんて言った不潔の人は勝手に3時開園だったの五5時まで言ってるから絶対5時までやりたくないからもうピタッと4時半に終わらせてで打ち上げ行ったんですでいつも行くお寿司屋さんに行ってまあ一応ほら若かないけど一応若手じゃないですか一応だからもう偉いですようまいうまいうまいま一生懸命頑張って食べてて偉いなとその後その3人で。 近所の店で、はいえー、飲み始めたらこれがもう止まんなくなっちゃった、はい、どの落語会よりも打ち上げよりも長いっていう、はい、こだってそっから吉田君なんかさ洋画、はい、まだ帰るんで <laughs> 歩いて3分ならかわいそうえ電車あったんですか,ですか電車はあったんじゃないのえ いいやや11時ぐらいとかあるでしょ。まあまあ11時ぐらい。ああまあらええあいいありますよね。まあ千住が洋河下りっていうのはどこだろ上って下るみたいな。洋河は結構距離あるんじゃないですかね。そうだね。渋谷からさらにね先だからね。でほら難しいんだよほら一本だからって半蔵門でずっと行くとさ遠回りじゃめちゃめちゃ簡単にとかね出ちゃうといいんだけどね。そんなで やってきましたねでその後と6円かの後ももうなんかほらもう終わったってなる終わったっていう感じで毎日飲んでましたねずっと。でさすがにもう最近この23チームぐらい前からちょっと飲み飽きてきちゃってもう飲まあんまりうちでも飲まないなんかぐずぐず飲んじゃうときりないんでうちでも飲まない食い火を作ったりとかしながらね。今日もだから あんまり飲んでないですよ。ええ、で <laughs> もやっぱちょっと飲んできた <laughs>。ちょっとはね。ラジオ飲まないとやってらんないんですか。そうあ、あ、そうそういう病。そういう病なんです。それじゃないよ飲んないけど別あのラジオじゃなくても、ええ、あのまあいいやなんて言ったりはい、はい <laughs> はい、そんなことでございますけどね。はいええ、なんかじゃ。 来週の予定が何かありますか、すいまん。そうですね、私あの日曜日ですね、私の勉強会ですね、二ヶ月に一回をやっております。なってる寄せ、二時三十分からやりますので、でこれあのだいたいいつもですね、二席ぐらいしかやらないんですけれども、あのなってる寄せなんか定期的に二ヶ月に一回ですね、割ともう二年ぐらいやってるんですけど、あのカッパ橋でやってるんです。やってるね。やってるんです。カッパ橋ですごいあの駅から歩くっていう。 かなりあのお客さん「なってるな」ってなってるなってる」とっていうじゃないのそういう, <laughs> そういうコーラーのレスポンスはないのない、ね、ないですけどなすか,あのかなり初めて来る方はもう場所が分かりづらいってすごいいつも言うようなとこなんですけど、うん、なんかちょっとやっていけばいいのね,ね犬の,あの死骸を置いとくと、ええ <laughs>

これはですね明大前でありますんでこれも年に1回ぐらい声かけていただいて出演させていただけるんですけど炎上落語塾は多分不定期だと思うんですけどね2か月に1回とかじゃないですかあんまりちょっとすいません詳しくないですけど炎上師匠はね足立区在住ですからねそうですね6町ですからね炎上師匠とあとはですね清丸師匠とあと後援師匠かな。 でも今回は多分、炎上師匠と清丸師匠とあとは若手だけで。という場あは五反野にある江戸子っ子という居酒屋に炎上師に呼び出されてるんですね、はい、僕と二楽とね、ええ、門之助さんとね、はいえっと、誰だ、炎上師匠かな。ええ、で、大日本落語芸術協会っていうのを作ろうって。 で、古戦性を顧問にしてみたいな。なんか、そんな、密談をしたことがありました。ちょっと、これ、あんまり言っちゃいけない。大丈夫。全く、僕、面白い。おもしろい。おもしろい。シャレですよね。大日本から。はい。じゃ、全アジアみたいなね。その、だんだん、ほら。そうした方が面白いんじゃないみたいな話になって。全く。はい。 回目でもこの「炎上落語塾」ですね落語塾というだけあって落語見てもらったあとにお客さんも交えての反省会っていうの車座になって皆さんから意見をもらうという何とも言えない会あのよかったら来てください。そううういいいののの好きなななんだだねね弟子かかから激し会です結構お客さる いやお客さんの方はなんかすごい優しくたまに一人ぐらいすごい怖い人いたりとかする時ありますけどああまあいいんですよそ,でそのいう厳しい意見もね知見さんに来てもらって守ってもらういい, <laughs> <laughs> いいえ素人の意見がいらない <laughs> いやいやいや,いや,いや,いや自分勝手な皆さんのご意見はね貴重なご意見ですから <laughs> いやいやいや そうですね。そいうに言ってらっしゃいじゃん。ええ、もうショーの方はあの予定した浜崎歩さんが浜崎歩さん、はい。今年度の最終回の浜崎、今年度でね。また来来年から一月はジェットガンフルはまた新年はジェットガンフルということで始まってるので、で明日はあの田所さんという沖縄の音楽をやる横浜の子なんですけども来ていただいて三十分。 弱ぐらいかな、ライブをやってくれると思います。で、ょうさんが二つ目昇進したんですの、お祝いも兼ねてと卒業式を兼ねてはい。有京さん、はい。私もすあの二つ目になってからでしたけど、卒業式ねやっていただきました。そうなんです。なんででね、ちゃんとほら浜崎のママさちゃんと花束を出してくれたわけだからさ、ねありがたいことですよ本当にね。でで二十日が鹿浜ふれあい祭りと、これもまた十時から 十時からですよ。これもジェットカンフル出ますけど。ジェットカンフルさんすごいです。もうポンポンポンとタんじゃいましたね。ジェッこれが仕事なんですけど、あとちっと二十日の人二十三時僕ライブ見に行くんですけど、ライブ両方ともねこれ沖縄絡みなんですよ。二十日はねあの六本木の方へあのマキさんマキしのぶさんって僕は竹富島でお世話になった余勢の店のオーナーです。がこっちでライブやるんでちょっとぜひってことで行く。 のと、で二十三日は、ええ、向井とけいく、あの、ね、沖縄の。ええ。つまり、その、あの、ツアーになったけいくんのライブが上野で、あるんで、だから、今回は、だから、十八、明日もそうね。十八、二十二、十三と、一週間で、三回、沖縄の。ライブ、を見るということになっております。ちょっと、これは、楽しみですね。はどんな、ことになりますか。え僕と、けいくんと、それから、ジェットカー 初めて会ったのがその23日行く名古上のお店なんですよあ、はい、そこで会って、えー、あの圭、ー、君の優しい感じの歌が、えー、あ、ちょっとこれ東北いいなとあ、はい、あそれと「Z カンフル」のそのネタの作り方がちょっとこう結構計算だって,て緻密に作ってるから面白いなと思ったら「ブラック大好きなんですよ」えー、あ,あ、そっかそういうことでこういう作り方なんだなと思ってさ、はい、そんなことでこう知り合ってという、はい、元の場所に3年ぶりぐらいに僕はちょっと行くということで。はい きっと一番いい席なんで、またきっとここら辺で歌ます結構。まずはこれでましたかそんな感じでね。はい。今年もくれできますけど。しかあの岸和田じゃなくて浜坂はなんかネタ出しとかしてるんですか。浜坂してません。してないです。で浜坂来年からちょっとまた仕様が変わります。えっとまあゆきよさん卒業するで来年一年はえっと私が前座で誰かゲストを呼んで私は撮りを取るということで。 ちょっと今、自分の回もやってるんですけどちょっと前座話を結構やらないんですよ、中ネタとおネタを組み合わせて回にしちゃってる前座話はおっぽり出しになってるんで前座話を来年の浜マ一1年間、ばんばがやっていこうと思って1月はもう松竹梅から始まりますおおめでからそういうところも含めてね、ちょっと前座話をガツガツやっていこうということで。もしたら ものによっちゃ三席あのやるかもしれないです、ね。はい、そんな感じでや、えー、っていくことを持っております。はい。まあね、すいさんもだから年のせいで。 なんか暮れからなんかありますかなんかイベントは暮れですか暮れはですね無償からあの毎年ね声かけていただくあのあたちの予定がありますからもうあれが楽しみですよ小学四年生をねもうまた今年もどんな質問が来るかそうだねそうですねまたあのまあ本当に年々お母さんになってくれるそうですねリアルお母さん年齢ですからねで多分お母さんを越していくそうですねね年齢になってきますからそうですよはい ねだなんだろうと思って思うね子供たちがね。ね、でも大、だ、若作りは大丈夫頑張ります。あのあのわけわかんない写真見せなきゃだめです。ね、もうあの写真。あれはいやいいと思う。いいでハードル下げるにはいいと思いますよ。思ったより綺麗っていうのはいいと思いますよ。ということでございまして、今日もね、楽しみいただきましたけどね、ありがとうございました。前半後半またよく喋る二人で本当にね、楽しかったですけども、こんなことで。 えー、春菊追加の今そこ放送局でした。おやすみなさーい。